辰野市氏は兵庫県南西部に存在した市、西張馬県民局管轄地域であった。姫路市、愛よ市、伊保郡大市町、伊保郡伊保川町、伊保郡新宮町、はり国風土器によれば、辰野の由来は、野見のみのスクねがこの地で没し、出雲から多くの人が来て、伊保川の石で墳墓を作るためのに立ち並んだという、古事から、タ野と呼ばれ、辰野に変化した。 とされている。辰野の地は、江戸時代初期、姫路藩池田氏の領地であったが、池田としの死に伴いこの地に、本田正友が入法を、辰野藩が立藩した。以後、諸氏の支配や天領を経て、最終的には、脇坂家十代200年の地位性のご維新を迎えた。これにより、城下町が形成され、辰野藩の城下町となった。 現在の市街地にも城下町の町割りが残る。明治維新における廃藩地県の際には、辰野県となり後に姫路県に併合された。1876年8月に、鹿間県が兵庫県に編入されて以降は兵庫県に属していた。市政制度移行後の市長、淡口醤油、手延べそうめん、比較業、四国米、紫の米辰野町にあった。 東洋学器製造は自家用電力の余剰電力を使用して1908年3月に電気事業の許可を受け1909年8月に辰野町と小宅村の一部に電気供給を開始した。1911年6月に姫路水力電機に電気事業を譲渡した。現在、辰野市立の学校はすべて辰野市立となっている。小学校いずれの小学校も 標準服を着用する。中学校高等学校山陽本線辰野駅は、辰野市ではなく、伊保郡伊保川町に所在していた。ありがとうございます。